もう最悪や。ここなら大丈夫だよ。ごめんね、はるかちゃん。ううん。あ、まずブラの位置直すから、ちょっと手入れるね。うん。あ、ごめん、痛かった？ううん。なんや、この音。フィッティングの時よりも大きいみたいや。お願い、なゆちゃんに聞こえんといて。はい、オッケー。あれ、今日の下着ちょっとお姉さんっぽい？よくわからんのやけど、急にこういうのをつけてみたくなったんや。あ、はるかちゃん、もしかして好きな人とかいるの？え、なんで？うん、前にね、おばあちゃんが下着と恋は切っても切れないって言ってたこと思い出して、だから下着を変えたはるかちゃんは誰かに恋をしてるのかなって。あ、でも違ってたらごめんね。あ、どうしたの？あ、もしかして金魚にどこか噛まれたとか？違う、そうやんなくて。あ、気になる人ならいるかもしれん。え、今なんて？だからその…うちは当たりかしら。